東京都では今日新たに9人の新型コロナの感染が確認されました。東京都で今日新たに新型コロナの感染が確認されたのは9人で、17日連続で30人を下回っています。また先週の日曜日より11人減りました。重症者は昨日と変わらず7人でした。